北極でシロクマに突然出会ったらライフルを撃たなければならないのです。シロクマにではなく空に向かって。冒険家石川直樹。シロクマと遭遇した時の緊張感は特別なものだった。石川は言う。シロクマと向かい合った瞬間のビリビリするような緊張感が忘れられない。今見ている世界が世界の全てではないということを思い出させてくれる。このような瞬間を一つ一つ蓄積していった時、人はどんなところにいても世界を感じることができるようになる。忘れられない瞬間を求めて、石川直樹はまた新たな冒険の旅に出る。La chance dans une crise. Vision.